皆さんこんにちは。その剛腕から放たれるラリアットでファンを魅了し続ける新日本プロレス所属小島聡選手、天山広義選手とのタッグ、天小島でもおなじみですよね。史上4人目となるメジャー団体ベルト獲得のグランドスラムを達成するなど、52歳とは思えない活躍ぶりです。一方で小島選手は新日本でデビューするものの、禁断の全日本プロレス移籍、そして新日本プロレス再入団を経験しているレアな人物です。今回はそんな小島選手の波乱万丈なプロレス人生をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。小島選手は1970年9月14日生まれ、東京都出身の52歳。レスリングの経験は一切なく、もともとはサラリーマンしており、高校を卒業して住宅設備機器メーカーに就職し、スーツを着て満員電車に揺られながら赤坂にある会社に通勤する毎日を送っていました。仕事は大変でしたが、充実はしていたそうで、働いて毎月報酬を得ることで独り立ちできた実感も感じていました。ただ1年ほど経った後、当時付き合っていた彼女に振られてしまったことが小島選手の人生を変えることになります。自分を変えたいと思った末に体を鍛え始めます。もともとプロレスが好きだったこともあり、自宅からそう遠くないアニマル浜口ジムに通おうと考え、仕事が終わって家に戻ってから原付バイクでジムに行く生活が始まりました。プロレスで活躍していたアニマル浜口選手さんからエネルギーをもらっていたという小島選手は、自然とプロレスラーになりたいという気持ちになっていったそうなんです。格闘技歴といえば柔道はやっていたものの、何か実績を残したわけではありませんでした。アニマル浜口ジムで体を鍛えるだけのつもりでプロレスラーになることが目標に変わっていました。一度決めたら迷わずとことんやる性格の小島選手は、なんと真面目に取り組む姿勢が評価されて、浜口氏から当時新日本で若手の指導役を担っていた長谷博氏に連絡が行き、トレーニング開始から3ヶ月後に浜口ジムで体力テストを行うことになります。これをパスしたことで新日本プロレスの入門テストに臨み、見事合格したのです。2年のサラリーマン生活にピリオドを打ち、目標だった新日本に1991年2月に晴れて入門。その年の7月には早くもデビュー。浜口ジムに通い始めて9ヶ月でメジャー団体のマットに立っているのですから、ここまで劇的に変化する人生はかなりレアな事例でしょう。そしてレスラーになってからも劇的な変化が待ち受けていました。デビューから3年も経たずに若手の登竜門であるヤングライオン杯を制して海外修行に出向き、帰国後は IWGP タッグ王座を獲得するなど一気に名を上げていきます。若手時代、凱旋帰国した1996年から使い始めている小島選手の象徴ではあるものの、当時は力任せにぶん殴るような形で見舞っていたラリアット。ラリアットは多くのレスラーが使っており、インパクトが格段大きかったわけでもなかったのですが、あることをきっかけにラリアットへのスタンスを考え直すようになります。それがラリアットの本家本元であるスタン・ハンセン氏への弟子入り。新日本から全日本に移籍した2002年6月に入ってアメリカアトランティックシティに遠征した際、ハンセン氏が来場すると聞いてコンタクトを取ってもらうことにした小島選手は、ずっとプロレスファンでしたから、ハンセンさんは憧れっていうか雲の上の人、そんな会えるチャンスなんてめったにないじゃないですか。関係者を通じて会ってお話を聞きたいって意思を伝えたら、快く受け入れていただきましたと当時の心境を語っています。ハンセン氏がレスラーにラリアットの極意を伝えること自体実に初めてだったとのことで、打ち方の技術的な面よりも心構えの方に時間が割かれました。フィニッシュとして使いたいのであれば一撃で仕留めると思わなきゃダメだ、むやみやたらと連発するんじゃないと何度も言われたそうで、おかげで意識を変えることができたそうです。ハンセン氏のウエスタンラリアットは言うまでもなく一撃必殺、最後のところでアメリカンフットボール仕込みのタックルのように前傾で踏み出し、体全体のパワーで勝ち上げる様は迫力満点。食らった相手は5カウントあってもきっと起き上がれないでしょう。小島選手は乱れ打ちタイプだったマインドをガラリと変え、帰国後は乱発をやめ一撃に全神経を注ぐことにしたのです。ウエスタンラリアットを参考にして勝ち上げ系に改良、
首元に当たるポイントで全てのパワーを吐き出す納得がいくフィニッシュホールドに近づいていったそうです。意識が変わるとともにラリアットに対する思い入れがどんどん強くなっていき、一発出したらもうそれで倒しきるんだとハン選手に直接教わったことが一生の宝になったといいます。そんな中で武藤選手に誘われる形でヒールユニットの NWO ジャパンに加入、順調に出世街道を歩んでいたのです。2002年1月いっぱいで新日本を退団します。格闘技路線に反発した武藤選手に追随して全日本プロレスへの移籍を発表、プロレス界を揺るがす一大ニュースとなりました。小島選手が当時を暮れのタッグリーグで天山さんと天小寺で優勝して次の年も頑張っていこうと思っていた矢先、武藤さんから話がありました。本当にびっくりしましたね。私自身は別に不満があったわけでも何でもない、自分の信念を貫けばいいって思っていたので、武藤さんから3日後に返事くれと言われて悩みに悩みましたと振り返ります。武藤選手に言われたことは、天山と相談して決めるんじゃない、お前自身で決めろ、そのためレスラー仲間プロレス関係者には誰にも相談しなかった。最終的に出した答えが武藤についていきたいとの思いだったのです。武藤さんと組むようになって全てにおいてスーパースターのこの人からいろんなものを吸収したいってずっと思っていましたから、あとは新しい可能性へのチャレンジですよね。そうして始まった全日での戦い、ここまで順調だった小島選手はスランプに陥り、武藤選手からダメ出しされたこともありました。それでも2004年に団体の垣根を越えて三沢光晴氏とのシングルマッチを実現させたことをきっかけに復調、2005年には武藤選手と共に全日本のエースとして引っ張り川田俊明選手を撃破し世界3冠ヘビー級王座を獲得しました。デビューから14年、ついに念願のシングルのベルトに手が届いたのです。上述のラリアットの極意を得て時間をかけながら自分流にしていくことで3冠ヘビー級王座奪取をはじめとする真のブレイクを迎えるわけです。三沢氏、川田選手、そして天竜源一郎氏たちと戦うことで全日本流のエッセンスを学べたという小島選手、新日本のエッセンスと何が違うかって問われると説明は難しいが、ただ確実に違うと語り、試合の中での間の取り方だったり呼吸法を全日本で戦ううちに学べたというのですが、小島選手が驚いたのは武藤選手がその両方をすでに持っていたこと。プロレスリングマスターはやはり物が違うなと感じざるを得ませんが、小島の代名詞といえばラリアットもさることながら、その気合い、行っちゃうぞバカ野郎は自分を鼓舞することから始まっており、最初の試合アニマル浜口氏のエッセンスでもあるプロレスそのものを教えてもらった長谷博氏、佐々木健介氏の指導の影響もあるでしょう。そして三冠王座を奪った4日後には元パートナーで当時の IWGP 王者である天山選手とのダブルタイトルマッチ、気迫を真っ向からぶつけて逆に気迫を返してくれる相手だと化学反応を起こしやすく、天山選手はまさに自身を高めてくれる存在でした。同い年の2人ですが、入門は天山選手の方が1年先、デビュー戦の相手でもありマットを降りれば今もさん付けで呼ぶ間柄、ただ新日本に入って誰よりも優しく頼りにしていたのが天山選手、天山選手がいるから頑張れたという小島選手は、2001年に新日本退団を決めた後直接連絡して自分なりに筋を通しました。2人の対決で語り草になっているのが両国国技館でのダブルタイトルマッチ、両団体の看板を背負い意地と意地がぶつかった両者のこの試合は59分45秒、天山選手が脱水症状で立ち上がれずに KO 決着となりました。最後まで天山選手の体を引き起こそうとする小島選手の姿が印象的でもあったこの試合、戦っている最中も試合が終わった後も天山選手が脱水症状を起こしているとは全く分からず、気持ちとしては引きずり起こしてでも自分の技できっちり決めたいという思いしかなかったそうです。その後に天山選手に奪還されることになるのですが、新日本マットに復帰した際も大事なタイミングでいつもシングルマッチが待っていました。プロレスは一人じゃできない、ライバルがいて成り立つジャンル、ターニングポイントの要所に
いつも天山選手がいてくれるのはありがたいことだと天山選手には感謝しているとのこと。三冠王座は武藤選手、ジャイアントバーナード選手、佐々木健介氏、グレートムタラを破って防衛を積み重ねてきたことが評価され、2005年のプロレス大賞 MVP を35歳で初受賞します。小島選手は昔はかなり自らを追い込んでいたといいます。新日本の若手時代、道場では真っ先にトレーニングするレスラーとして知られており、トレーニングをやらない日はなく、いくらオフであっても何かしら軽く体を動かすことにしているそうで、無理は禁物とはいえ、ベタ休みでは逆効果になってしまうことも経験しているのですが、実はこれも武藤から学んだことなんです。武藤選手は毎日体を動かしており、だからこそ50代後半になっても第一線で活躍できているんだなと小島選手は感じたそうです。毎日のトレーニング欠かさないっていうのが武藤選手、直にああしろこうしろと言われたことは一切ないそうですが、背中を見て影響を受けてきて今の自身があるだと言います。二人の関係性は切っても切り離せない。引退ロードを日本武道館大会からスタートさせた武藤選手は、次世代のエース清宮海斗選手と対戦。そのメインの舞台に当時 GHC 王者だった小島選手がチャンピオンとして立ったというのも運命めいたものに思えます。変える自己変革の力と変えない継続の力、小島選手のエネルギーは尽きないどころか、ノアという新たな刺激を得たことでむしろ溢れました。新日本プロレスに再入団した小島選手は今もなお前線で戦い続けています。今年に入って新日本では第3世代の待遇が騒がれ、かつての柴田選手との構想を彷彿させるような状況。小島選手は他団体である全日本プロレスの王道トーナメントに参戦、準決勝まで駒を進めています。新たな選手との戦いに喜びを感じていました。今後も小島選手にはその剛腕で敵をなぎ倒し道を切り開いていただきたいです。いかがでしたでしょうか。今回は小島聡選手の波乱万丈なプロレス人生をご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。